ここからの時間はジョージアプレゼンツ K スタジオ第2部をスタートしてまいります。スタジオの DJ の久世聡と牛井千春です。よろしくお願いします。ジャルちゃん、はい、やっと晴天に恵まれましたね。そうですね、初めてですね。そうですよ。なんかこのスタジアムの中に入ると、はい、ゴール裏のサポーターさんがバナーっていうね、応援のあのフラッグみたいのをどんどん壁面に貼っていくんですけど、はい、今シーズン初なんですよ。だから強風すぎて、うん、今日はバナーを貼らないでくださいっていうのが続いていたので。そういうことですか。そうなんですよ。だから持ってきたのに貼れないっていうことが続きましたけども、ようやくね、まあ、ちょっとあの風が吹けば寒いんですけども、とにかく雨に濡れない中で試合ができるというのは非常に喜ばしいこととなっております。さあ、このK スタジオ第2部なんですけど、今お聞きの皆さんに一つだけ先にご紹介があります。12時半からフラッグベアラーの権利をかけたじゃんけん大会、これどなたでも参加できます。はい、フェアプレーフラッグベアラー、これ6人は固定なんですけど、はい、大きくセンターサークルに置かれている丸い YKK と書かれたセンターサークルバナーを、これを持っていただける方は今日は11名プラスでじゃんけん大会してまいります。ですので今日は17名の方が当選されますんで、いつもより多くの方のご参加お待ちしております。この後ディープブルーのパフォーマンスなどがあり、12時半からそれをやりますんでね、はい、皆さんその時間にはこの近くに来てください。お願いします。さあ、それではまずはこの K スタジオ第2部を彩っていただきたいと思います。まずはリープスカイの皆さんによりますパフォーマンスです。準備をお願いします。今シーズンはリープブルー、リープスカイ育成チームという3チーム編成でリープブルーがパフォーマンスを披露してくれます。その中でまずはピンクの衣装が印象的なリープスカイの皆さんによるパフォーマンスです。ミュージックスタート。の皆さん、ありがとうございました。まずはこのKスタジオ第2部、リープスカイのみんなが盛り上げてくれました。そして続いて登場してくれるのはそのお姉さん的グループになります。